はい、皆さんこんにちは、アミと申します。日本神話に出てくる天の岩船は実在する、そしてそれは UFO だったのではないか。今回は天の岩船が UFO だったという説の紹介とともに、あるオカルティックな仮説を立ててみたいと思います。日本書紀に出てくる天の岩船は UFO だった？日本最古の歴史書であり、日本神話の原点ともされる日本書紀。その中に出てくる天の岩船は UFO だったのではないか、そんな説を唱える人がいます。天の岩船とは、日本神話に出てくる空を飛ぶ乗り物のこと。日本書紀から引用すると、神武天皇の統制の際、天照大神が一柱の神を地上に遣わせました。その神とは、賑早日の御事。物のべしの祖先神としても祀られる神です。この賑早日の御事が、天の岩船という船に乗って天から舞い降りたとされます。空を飛ぶ天の岩船、そこから UFO ではなかったのかと言われるようになり、賑早日の御事は宇宙人だったのではないかと囁かれるようになったのです。また、京丹後市にある竹内神社に納められている竹内文書という古事記より古いと言われる古文書があるのですが、神武天皇以前の古代の天皇は、天の浮船に乗って世界を巡航したといった記述がされています。天の浮船も空飛ぶ乗り物なので、天の岩船と同視され、UFO ではないかとされます。天の岩船について、岩でできているのになぜか飛行能力があり、高間ヶ原と地上を行き来できたとのこと。あくまでこれらのお話は神話であり、古代の日本人は優れたイマジネーションを持っていたんだなぁと思われるかもしれませんね。しかし、天の岩船を現在でも見ることができるといえば、皆さんはきっと驚かれることでしょう。天の岩船がどこに存在するのかといえば、大阪府交野市にある岩船神社。この神社はその名の通り、天の岩船を御神体としているのです。神社の境内に入ると、神殿の背後には天の岩船が御神体として鎮座しています。高さ12メートル、幅12メートルの巨大な船の形をした巨岩がお社の背後にそびえ立っています。この巨岩は江戸時代から有名で、当時の志士である河内名所図解でも紹介されていました。その図版にはまるで UFO が墜落したかのような姿で描かれており、ひょっとしたら江戸時代の人も UFO の存在を知っていたのではないかと勘ぐってしまいます。岩船神社の御神体を天の岩船と紹介しましたが、誤解しないでほしいのは、神社で祀られているのは天の岩船ではなく、あくまでも賑早日の御事である点です。天の岩船という巨岩を賑早日の御事に見立てて祀っているのです。この賑早日の御事、大変謎の多い神で、天照くにてる彦お分かりの御事や、お分かりの御事といった別名を多数持っています。しかも、日本書紀と古事記、または他の神話において、賑早日の御事の記述の食い違いや矛盾が多く見られるのです。そのため、日本神話の中で最も謎に包まれた神とされます。そして、皆さんご存知の浦島太郎伝説。これにも、賑早日の御事が関わっているのです。そもそも、浦島太郎伝説の発祥地は、近江の国。現在の滋賀県にある元伊勢湖の神社でした。この神社の御祭神は、賑早日の御事。浦島太郎について、実は亀に似たアダムスキー型の宇宙船に乗せられて別の惑星へ行ったのではないか、そのように考える人もいるのです。天の岩船伝説に関係の深い賑早日の御事と浦島太郎伝説の奇妙な符号。さらに、元伊勢湖の神社に言う、このという文字は、カゴを表し、カゴとは UFO を指し示しているのではないかとも言われています。天の岩船が実は UFO だったのではないかという説が、ますます信憑性を帯びてきました。このような UFO と考えられるような現象は、世界各地に残っており、古代インドの叙事詩にたびたび現れるビマナは、ロケットのような乗り物だったとされています。このビマナを空飛ぶ車、空飛ぶ戦車、あるいは空飛ぶ宮殿などとも言い換えていることから、おそらくは宇宙船ではなかったかと推察できます。
ヨーロッパにおいても聖母マリアに大天使ガブリエルがイエスの生誕を伝える受胎告知の絵画には UFO と見まがうような飛翔体が描かれています。イエスが貼り付けにされた絵画にも UFO らしきものが描かれていることから、宇宙人が UFO に乗ってイエスに高度な医療を施して復活せしめたのだという人もいます。仏教においても、例えばインドネシアのジャワ島にあるボロブドゥール遺跡の仏像を取り囲むオブジェは UFO を彷彿とさせます。新疆ウイグル自治区にあるトルファンの石窟に描かれた仏教画にも多数の UFO が描かれています。また釈迦が生まれた時、絵のない傘が空中をかざしたと言われるのですが、これはまさしく UFO そのものと言っていいでしょう。洋の東西を問わず、古代の人々は UFO を頻繁に目撃し、それを神聖視したのかもしれません。ここまで紹介して、天の岩船は実在し、その正体は古代地球にやってきた UFO だったと結論付けたいのですが、いくつかの疑問が残っているのです。次に、天の岩船が単純に UFO とは言えないのではないかということについて紹介したいと思います。どうして天の岩船が擬人化されるのか。天の岩船を祀った神社が大阪府交野市にあると紹介しましたが、実は他にも天の岩船を祀った神社がいくつか存在します。天の岩船に乗ってきたのはにぎはやひの命という神で、物のべしの祖先神であることは紹介しました。物のべしとは謎の多い氏族で、現代も議論の対象となっています。平安時代に物のべしが編纂した仙台九字本記によれば、河内の国、現代の大阪府の川上の地に降り立ったとされていますが、この川上の地がどこを指すのかが分かっていないのです。生駒山脈沿いの地が有力候補のようで、交野市の岩船神社も生駒山の近くにあります。南北に連なる生駒山脈の南側に位置する川波町にも岩船大神社があります。生駒山脈を奈良県側に越えると、そこにも増田の岩船と呼ばれる石造物があります。また生駒山といえば石切神社が有名なのですが、この神社もにぎはやひの命を御祭神としながら御神体を岩船としています。大阪と奈良を南北に縦断する生駒山は UFO の目撃情報が多数寄せられる場所としても有名です。こうしてみると、天の岩船がますます UFO のように思えてきますが、疑問点が一つあるのです。それは、どうして天の岩船が擬人化されて祀られているのかという点です。先ほどの大阪府交野市の岩船神社ですが、御神体は天の岩船と呼ばれる巨岩でした。この点、岩船神社の御祭神はにぎはやの命であって、天の岩船はそのシンボルとして御神体とされているのだと説明できそうです。しかし、一概にそうも言えないのです。天の岩船ですが、雨の浮き船と同一視されており、また雨の鳥船という別名もあるのです。雨の鳥船は古事記に出てくるもので、イザナギの命とイザナミの命の間に生まれた一柱の神です。鳥の岩クフスネとか雨の岩クフスネという別名もあり、一柱の神でありながら、説話の中では何かを乗せる船といったニュアンスが強いのです。そして鳥の岩クス船とは、その神名から石のように固くクスノキを使って作られた船という意味ではないかとも言われています。他方、日本書紀では古事記と違って一柱の神というより無機質な乗り物をよりイメージさせることから、天の岩船と同視する考えがあるのです。天の岩船と雨の鳥船、同一の神だと断言することはできませんが、いずれも何かツールのようなニュアンスなのです。そして雨の鳥船は天の岩船よりもダイレクトに御祭神として祀る神社があるのです。例えば千葉県香取郡の神崎神社、東京都の隅田川神社、茨城県の石船神社や埼玉県の鳥船神社など関東圏に集中しています。岩船神社のように天の岩船をにぎはやの命のシンボルとして祀るのではなく、ダイレクトに一柱の神としているのです。他の神々を乗せる乗り物というツールという性格を持ちながら、なお一柱の神として擬人化するのはどうしてでしょうか。天の岩船には何か信心合一させる秘義が隠
されているのではないでしょうか。なぜなら高間ヶ原と地上を行き来できる天の岩船は、人を神の世界に誘うツールとも解釈できるからです。最後に、天の岩船とは人を神の領域へと導くオカルティックなメソッドではないかという考察をしてみたいと思います。天の岩船は人を神に近づける究極のメソッドだった。日本の伝統的な武道である合気道、開祖上芝森平王は武道の腕はさることながら、信じられない逸話の数々でも知られています。一斉に発射されるライフル銃の銃弾を避けた、暗闇の中で神棚のお供えをかじるネズミの首を木刀で両断した、モンゴルで馬族にライフルで狙われた時、銃弾が光の玉となって目視できたなど、まるで映画マトリックスさながらの逸話。戦後ハワイに招待されて現地で演舞したのですが、当時78歳の小柄の開祖の体を屈強な外国人が3人がかりで持ち上げようとしても、開祖を持ち上げることはできませんでした。開祖はこともなげに言いました。わしの体の中に八百万の神が入ったからじゃ。実は開祖は大本教という古神道の熱心な信者だったのです。ですから合気道の練習法には多くの古神道の行法が取り入れられています。合気道の準備運動とされるものの中に、鳥船運動と呼ばれるものがあります。足を前後に開き、両腕を前後に曲げ伸ばししながら、まるでオールで船を漕ぐかのようなこの運動。この運動は古神道のある行法がルーツとなっているのです。鳥船行事とも呼ばれるこの行法、川面盆事という神道家が広めたものと言われています。幕末に生まれた川面は、当時体系化されていなかった神道の行法をまとめ、現在の神社で行われる行法は川面が作り上げたとされています。彼は古神道の宇宙観と霊魂観を解き明かし、神と人が一体となるための神人合一の境地を目指した修行者でもありました。川面は生前、神というものは知性で理解しただけでは足りず、体感や体験しなければならないのであって、一連の身体行法が必要であると常々言っていました。そして合気道開祖上芝森平は、大地から黄金の木が噴出し、自分を包み込み黄金体になった。そして心身ともに軽くなり、小鳥のさえずりの意味がわかり、宇宙を創造された神の心がはっきりわかるようになったと、自らの神秘体験を語っているのです。開祖は、自分が強くなったのは武道のおかげではなく、古神道の行法のおかげだと語りました。そのため現在でも合気道の練習に古神道の行法が組み込まれているのです。ここからは仮説になります。天の鳥船がなぜ擬人化され祀られているのか。それはこの行法により、人が神の領域に達することができるツールだからではないでしょうか。古代の日本人が有していた神人合一の境地に達するメソッド、それを祀ったのが天の鳥船だったのではないかと思うのです。確かに UFO だと考えて、物理的に移動できる乗り物だったという考えも魅力的ですが、地上にいながらにして高間ヶ原という神々の故郷に行き来できるメソッドであると考えることもできそうです。それはひょっとしたら、宇宙の過去から未来の情報が詰まったアカシックレコードにアクセスする方法だったのかもしれません。そのようなメソッドがどのようにして古代の日本人に伝わったのか、それは人類を創造した宇宙人が伝えたのかもしれません。天の鳥船の行法が私たちの故郷に精神的に帰還できる方法なのか、アカシックレコードへのアクセス法なのかはわかりませんが、そのような神秘体験を私たちの祖先は神人合一と呼んだのは確かなようです。そして天の鳥船と天の岩船が同一のものを指すならば、天の岩船は神人合一に至るメソッドだったと言えるでしょう。天の岩船は実在する。それは UFO という物理的な乗り物としてではなく、神人合一の境地にトリップするメソッドとして存在するのではないでしょうか。いかがでしたでしょうか。今回は天の岩船が UFO だったのではないかという説から、神人合一に至るメソッドとして存在するということを考察しました。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録などしていただけると幸いです。また見てね。